こんにちは、ゴッドファーザー。えー、週刊中年ジャンプのストーンさんからご質問いただきまして、回答をさせていただきます。そっか、塾のここでございます。えー、今回のご質問というのはですね、えー、チャンネル登録が伸び悩んでいるっていう点と、あと商品販売をする際にどういうふうに進めていけばいいのか、その段取りですね。で、おまけで一つ。 みんなの銀行というアプリがありますけども、こちらの方がね、まあ、売り上げがたまに立ってるんだよっていうことを聞きまして、えー、よかったですねということと、あとね、さらにこのみんなの銀行の売り上げを上げるためにどうすればいいのかってことをお話ししていきましょう。まずみんなの銀行からにしていきましょうか。えー、私もですね、たまにみんなの銀行の売り上げが入ってるんですよで。しかもみんなの銀行の話題を出してるわけではないんですよね。じゃあなんでこういうことが起きるかっていうと、私の場合は6月に みんなの銀行についての動画こちらの方ね大体100本ぐらい作りました100本ぐらい作ってそれぞれにいろんなキーワードを埋め込んでるんですよねみんなの銀行お金がないからみんなの銀行やろうアプリで儲かるんだよとかね副業でまずはみんなの銀行で1万円稼いでいきましょう最大で30万稼げる方法ありますよまあいろんな切り口でね全部みんなの銀行の紹介ということにしました、まあ、ですんで 入り口をたくさん設けて趣味を充実させるために副業しましょう30万稼ぎましょうそれはみんなの銀行でやっていきましょうこれからいろんな可処分所得が落ちていく中で保険料も上がるし税金も上がるし給料は上がらないしっていう中でどうすればいいのかそれはみんなの銀行というアプリを広めていきましょうとかねそれから福岡フィナンシャルグループという非常に信頼されている銀行がついにネットバンキングを始めました さあそちらの方を覗いてみましょう。みたいな感じとかね。あとは、過去にブラックだった。自己破産した。カードが全く審査通らない。そういう人でも、この銀行口座作れちゃってます。みたいな感じとかね。まあなんなら、反社と言われてる人でも、作れてる例がありますよ。とかね。あとそうですね。カードが作れない方。デビットカードなら、すぐ作れます。クレジットカードと同じ機能です。 デビットカーード、バーチャルで作っていきましょう。手続きが簡単ですみたいな感じでねいろんな切り口を思わけて動画100種類ほど作りまして、まあ、そうすると人の悩みの中でどんな問題を解決したいのかというそういった問いにですねどれかが引っかかるようになってるんですよそして回答は1本ですみんなの銀行のアプリで始めましょうってことですよねもちろんこのみんなの銀行ではないものを紹介したい時に例えばね A8 ネットのセルフバッグを、まあ、お伝えしたいときに同じような入り口を設けるってこともありますしポイントサイトのモッピーこちらの方に誘導したいときでも先ほどのたくさんの入り口と入り口は同じです100種類以上作ることもできますけどもとりあえずは100種類以上の入り口を作り出口はみんなの銀行という1本にさしてもらったということです入り口がたくさんあって行き着くところがみんなの銀行こういった動画をね100本 作ったことによって今でも動画更新しなくても売り上げがたまに入るというね自動販売機システムができたということですプラスしてですねこれ週に1回でもみんなの銀行の動画更新するとさらにいいんじゃないかなと思ってますよね例えば今回10万円給付の話題がトレンド入りしてますよねこれまだしばらく続くと思いますけども「10万円給付待っていられない人へ」というタイトルで みんなのの銀行っていうのもいいもと思いますしねスマホの買い替えの時期がまた来ると思いますその時にどうせスマホを買い替えるならアプリもこれ入れときましょうよみたいな感じとかね他にもまだまだ考えられますネットビジネスで成功している人がまずやっているアプリそうですねタイトルとしてはネットビジネスで稼いでる人の99.7%このパーセンテージは架空ですけどが 搭載しているアプリみたいな感じでね、やるといいんじゃないですかね。はい。さまざまアイデアを申し上げましたけどもお、そんな形でね、みんなの銀行、まだまだ知らせる動機はあると思いますんで、キャンペーン絡めていってもいいと思いますしね、やっていただければと思います。あと、A8 ネットで挫折した人へとかね、モッピーで挫折した人へとかね、そういうのもいいですよね。ネットビジネスで何をやっても儲からなかった人、これから始めましょうみたいなタイトルでもいいんじゃないですか、はい。まだまだ考えられますね。はい。 じゃあこの辺にしときましょうか。次です。チャンネル登録の増やし方なんですけども、これは非常に簡単なことを石井さんはやっていないんですよ。それはですね、コラボです。ね、誰か自分と違ってチャンネルを運営している方、まあ私でもいいんですけども、何かのね、コラボ企画をして、そのコラボをした相手の方、例えば対談する相手の方の登録者をこっちに持ってくる。 もしくは自分の登録者が向こうに行くみたいなバーターですよね。これを使うことによってチャンネル登録は増えていきます。しかし、この、まあ、祭壇ですけども、だいたい自分と同じぐらいのチャンネル登録者の方がだいたいやってくれるんですけども、圧倒的にチャンネル登録の数が違うと、まあ、ちょっとやってくれないですよね。なぜなら、こっちで1000人チャンネル登録がいる。 こっちで100人のチャンネル登録。1000人の人にメリットがほとんどないっていうふうに感じられるんですよ。まあですんでね、なかなか成り立たないと思いますから、そういう場合はコラボをする際にお願いのなんかね、インセンティブを設けていくってことになるでしょうね。まあこれが一番簡単な方法です。まあそうすると、おまあストーンさんはね、仲良しの YouTuber さんにお願いするか、そっか時の熟成さんとしての YouTuber さんに 例えば J さんとかにね、コラボをお願いするとかしていけると思うんですよ。うん、まあ、あと、そうですね、呼びかけていくのもいいんじゃないですか。誰かコラボしましょうみたいな。この話題で話し合いましょうとかね。で、この話題で話し合いましょうの話題っていうのは、まさにヤフーのトップページに出てくるニュースの話題であったり、森友問題の赤木マスコさんの話題であったりね。あとは、有名 YouTuber さんについて語ろうとかね。うん、あのー、まあ、新しい投資の、 話とかあと詐欺の見分け方とかね、まあ、こんなテーマで話し合っていけばいいんじゃないですか、うん、あそうだななんかヒットしそうなんで言えばなんか詐欺ビジネスに引っかかってお金を失った方との対談をずっとしていくっていうのもいいかもしれないですねはいこんな感じでチャンネル登録を増やすべき施策対談をやってないんじゃないかなっていうところでございます、はい、それからですね もう一個ぐらい紹介しておきましょうか。チャンネル登録を増やすときのコツなんですけども、今話題になっているものをやっていくってことになります。これはね、私はあんまりやんないんですけども、かつてチャンネル登録がまだ1000人いってないときによくやってたのは、今、複数のいろんな YouTuber さんが共通して取り組んでいる話題について、自分もそこに参加していくっていうことになります。例えば最近、芸能人のちょっと悲しいね、お亡くなりになったニュースがありました。 それについて多くの方がさまざまなことを言ってますけどもそれに自分も参加してみると、えー、例えば YouTuber の何々さんはこういうふうに言ってますけども私も共感しますとかね YouTuber の何々さんはこういうふうに言ってますけども私はこう思いますとかねそういった形で雑談に参加していく討論に参加していくっていう形になります言ってみれば YouTube っていうのはね誰かが投げかけて話題になったテーマについていろんな人がいろんな切り口からお話ししていくってことで盛り上がってるんですよ でそれををネタを変えなながら繰りり返していくってことこになります、えー、例えばね転売屋の方がいるじゃないですか普段転売をメインに YouTube を作っている方そういう方から見た芸能人の、まあ、考え方っていうのはどうなのかなということを話していくとかね転売してる目線から見ると芸能人のこういうニュースがこういう事件があったら転売市場はこういうふうに変わっていくんですよというふうな独特な視線で切り込んでいくとかねじゃあ ああストーンさんがね株をやってるようでしたら今回のこと今回のねちょっと名前出しにくいんですけども神田なにあさんですよねああいう方がああいう事件を起こした時にじゃあ全体の株価にはどういう風に影響していくと思うかってことを話していくとかねこの関連付けはなかなか難しいでしょ難しいけども話していったらいいと思いますようんあとねそうだなトヨタ自動車のことどうですかねトヨタ自動車が最近いきなりですね EV 化にシフトしたわけですよ それまでトヨタ自動車は電気化、EV カーっていうのをほとんど扱ってこなかったんですけどもこの前のプレゼンびっくりしましたね2030年までに全車種を EV シフトするとそして350万台を売ると現在の中国市場でも471万台が中国全体の会社で打ち出している台数なんですよ販売台数なんですよでもトヨタ自動車は1社で350万台売っていくってことなんですよ すごくないですかこれトヨタ昭雄社長自身がものすごく大変な取り組みだって言ってました200万台でも売れるかどうかわからないのに350万台に挑戦するというふうに言ってるわけなんですよでも高い目標を掲げることによって会社ってのはどんどんね人側向けていくってことなんでしょうねあとまだまだありますよトヨタ自動車に関しました。トヨタの販売店が今全国に5000店舗あるそうです そそして世界に1万店舗以上あるそうです。この全ての店舗に EV 充電器を設置するということらしいんですよそうなると電気自動車っていうのは安心して乗れるそういった乗り物になるでしょうねガソリンスタンドに代わる電気スタンドの整備が追いついてない今トヨタ自動車はついに自らの店舗や支社をインフラとして使ってきたってことなんですよすごいですねそして年の カーボンニュートラル達成これが何を意味するか説明されてましたけれども EV カーってのは実はその車を作る過程でものすごく CO2 を出すんだとだから現在の EV カーってのは見た目クリーンだけども全然そうじゃないんだってことはね一部の方が認識してるところですけれどもトヨタ・アキオ社長は製作過程でも EV カーを作る過程でも工場から CO2 を出さないこれを2035年までに 完成するると言ってんんでですすすよこんな会社ありますかまか今ごいまだまだ他にもすごいところありますリチウムイオンバッテリーこれを自社で製造するということなんですよ外注しない下請け使わないすごいですねそして全国550万人の雇用を維持し続けるトヨタオンリーワンですね日産やスズキやホンダあその他の会社 てトヨタというワンランドオンリーのねワンオンリーの会社が誕生するんではないかなと。自動車業界を全て束ねてトヨタというね帝王がこれから新しい時代に向かっていくのかなと思うんですよね。いやそうなるとね株価はどう動くのかってことを推測していくみたいなコーナーで話題と株価つまりはマーケットの動きと。 自分の扱っているカテゴリーを組み合わせていくっていう方法ですよね私でしたら副業をお勧めしている立場隠居暮らしを目指している立場としてさっきのねトヨタ自動車のこれからの動きっていうのがどういう風うに自分にかかってくるかってことをもしくは隠居暮らしを進むあの目指している方にどう利用できるかってことをお話していくってこともできると思いますそうすることによって、えー、チャンネル登録は増えてきますねこういった 話題ととと自分をを結びつけるるここ日々の発信にすすってことですよね話題は毎日生まれてますんでそういう意味で言うと一日に10や20の動画コンテンツが時間が許せばね生きてくるってことになりますはいえー、それでは三、えー、3つ目ですねセールスのタイミングですけどもこれはあのまあ最初からお話しするとね今更っていうところあるんですよというのが この年末に物を売ろうとしたら、12月の頭ぐらいから少しずつ、まあ、揺さぶりをかけていかないといけないんですよね。え例えば、新年、2022年こそ、絶対に自分の副収入を、プラス5万、プラス10万で持ちたい方に向けての商品を売ろうとしたときに、じゃあ、これから所得を上げていかないと大変なことになるよ、みたいなテーマで、 話しし始めていってていいそれをシリーズ化していくんですよ第1話五行五民政策みたいな感じでね五行五民ってのは、まあ、江戸時代にものすごく重税に苦しんだあ国民に対しての50%税金をかけるよっていうふうなねそういった江戸幕府の愚策だったわけですけどもこれによって多くの農民は自分の娘を年頃の1213歳のね娘を 売り飛ばして、それで稼いだ金で納税してたっていう、そんな悲惨な状況が起きたわけですよ。で、いくら農家が米を作っても、税金で持ってかれて、自分たちの食べるものがないしまいには、種もみまで食べてしまうというね。ご存知のように、種もみっていうのは、翌年の種付けをするときの必要な、まさに種なわけですよ。それも食べないとやっていけないぐらい。つまり、来年のことを考えるよりも、今生き延びないといけないということでね、えー、苦しかった。 だから一気が乱発しちゃってことなんですよまあデモ活動ってことですけどね。一揆の中ではデモ活動レベルのものと暴動というレベルのものがあって大体私たちが一揆というとね暴動を想起するんですけどもそうではなくて一揆っていうのは基本的にはデモ活動なんで我々の暮らしが苦しんでどうかお願いします女将さんみたいな感じで、えー、と役所の前にねみんなで詰めかけて。 話し合いに応じてくれということで要求を出したっていうのが主な一期なんですよ。だから血生臭いものとかね、みんながしょっぴかれていくみたいなのは、暴動レベルの一期ということで、まあ、そんなにたびたび起きたことではないんですよ。まあでも、天保の基金や天命の基金では、こういった暴動レベルの一期ってのが起きましたね。打ち壊しとかっていうのもありましたしね。はい。ちょっと話長くなりましたけども、商品を売ろうとしたら、3週間がか,かり、大体いいね、ベストなタイミングは21日前に、えー、 世の中のの中困った状況のことを話話題に話し始めて、どうやったら解決できるかってことをどんどんね、えー、話の中で出していってで自分はこうしてますみたいな形に持っていくんですよこれを You、I の順番と言います。1週間世の中の状況のこと皆さんはこうですよね世の中はこうですよねっていうふうに視聴者さんの立場のことをずっと話していって共感を呼ぶそして これから私たちが取り組むべき問題っていうのはこういうところにあるんだよってことをまとめながら解決策はこういうふうに言ってるんじゃないですかってことをお伝えしていくこれが2周目に起こることですで3周目にやるのが私はこうしてます私はこういう実績やりますということで自分のおまあなんですかね得意分野のことを話し始めるんですよそして最終的にじゃあ私の手法に共感する方は来年を最高のスタートにするために この教材を用意しましたんで買ってくださいということで大中小という商品の紹介をし始めるとセールスはうまくいくんですよでこの動画のシリーズは途中で再生数が落ちてくることを確認したらねもしくはチャンネル登録の変化を見ながらあこの方向性ならダメだかなということで修正することを用いながら最終的に3人とか5人の人に向けて成立をするって形になりますもしくは1人でもいいわけですよこれで1人に対しても成立が成功すれば 商品一つ20万なり30万なり商品が売れるっていうゴールですから1ヶ月をかける意味がありますよねということになってきますさあそれでもねじゃあそんなこと今更言われても困るよっていうこともあると思うんですよ今まで随分種まきをしてこなかったでもいきなり売りたいんだとまあ結果売れなくてもいいから売るという体験をしてみたいっていうことでしたらこれからのお話を参考にしていければと思いますそれはですねもうねぶっちゃけね私が忘年会を儲けてますけども忘年会ではこんな商品を売りますという予告の動画を 今から何本か出していってください。できる限り。で、その、私の商品、株の商品になると思いますけども、その商品について興味がある方は、そっか塾の忘年会24時間ありますけども、こことここの時間ぐらいに出てきますので、その時にお会いしましょうみたいな感じでやっていくと、買う気持ちのある人だけがその時間にログインしますから。ね、そういうふうにして探っていくという方法があります。もし誰も来なくても、これは二段構えでね、比例復活じゃないですけども、 えー、私が後ほどこの24時間の忘年会の動画をいくつかに分けてアップロードすると思いますけどもその時にもう一回トライできるわけですよ、まあ、ですんでね、えー、忘年会の模様をアップロードするのはまあ多分年を越してからなると思いますけどねその時にでも使えるようなあまあ内容でお話すといいいんじゃないですかね、うんまあ、2022年1年間かけて しっかりと自分のビジネスを作っていきましょうそのために、えー、ポイントを設けてますよみたいな感じですよね、うん、私でしたらね夏に大きなイベントをやりたいと思いますみたいなことを匂わせながらそこでトークするかなそんなところかなと思いますねじゃあ以上ですね最後になりますけども贈り物をいただきましたこちらの方、ありがとうございますねトライの洋館トライっていうのがあるんですねあの、私 和菓子が好きでね、おかきとか羊羹、大好きなんですよ。早速いただきます。ありがとうございます。それでは今日は以上です。またご連絡いただければ幸いでございます。